はい、これからディズニーシーオープンです。ホラーナちゃんなんだっけもらったよ。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、誕生日シールください。はい、かしこまりました。ありがとうございます。もしよければお二人で書いていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。お二人とも新人ですもんね、まだ。あ、そうですね。そうですよね。昨日入ったばっかりでしょ。いえいえ、あれ今日ですか。いえ、そうでも名前を通してよろしいですか。あ、ホラーナちゃんで、はい、はい。いいですか。今日5月15日です。はい。じゃあいっぱい書いてるんだ。もう。そうなんですよ。本当ですか。でも手が疲れちゃいますね。そうですね。腱鞘炎になっちゃうわ。よかった、お客さんがいなくてちょうど。でも俺がいるから来ないかもしれないな。ありがとうございます。ちょっと受けた、ちょっと。ありがとう。お姉ちゃんスタイルもいいですもんね。うん、他の男は男ないもんね。本当に、うん。もうちょっと俺と早く会ってたらね、人生が変わったかもしれないね。ラーナちゃんさんは、はい、どうしてホラーナちゃんさんなの？あ、これ YouTube やってるんです。ホラーナチャンネルで。あ、はい。ホラーナちゃんの名前は理由があるんですか？理由ありますね。今ね、あの荷物を車に置きに来ました。あ、はい、分担して。あ、今 LINE が来て、ダッフィーの店にいるって、うん、ダッフィーの店って一番でかいのどこですか？一番でかいのはアメリカの方。あっちか。じゃあここら辺はない。入り口が2番目ぐらいですね。あ、じゃあ向こうかもしれない。で、入り口の近くかもしれないな。じゃあもういっぱい書いた。あ、お客さん来ちゃった。はい、ありがとうございます。いいよ、巻いて巻いて。お客さん来ちゃったから。あ、あ、面白いのか。はい、ありがとう。ありがとう。こんばんは。誕生日シールもらえますか。ありがとうございます。撮っても大丈夫ですか。あ、大丈夫です。あ、大丈夫ですか。ありがとうございます。ホラーナちゃんで、はい、ありがとうございます。新人ですもんね、まだ。あ、そうですね。昨日入ったんでしょ。あ、そうかもしれない。書くの初めてですもんね、俺が。あ、そうですね。書き慣れてますね。だいぶ練習しましたね、もう。あれ、ここにね、就職する前に。早いもんだって。練習しました。だいぶ早いね。自分のサインも書いてくれると嬉しいぐらいだよ。クリタって書いてくれて嬉しいぐらいで。ちょっと裏に書いてきますね。あ、おしゃれだな。ありがとうございます。もうセンス問われるからね。もうか、まあ素晴らしい。これはありがとうございます。今日どちらからいらっしゃったんですか。あら、遠くからありがとうございます、うん、どちらからいらっしゃったんですか。私はどこだと思いますか。、うん、夢の国からですよね。そうです。まあここが夢の国だから。まあここに住んでますけど、ね、そこら辺から来ました。そうだよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お待たせしました。はい、ありがとう。はい、こんにちは。バースデーシールください。はい、お二人からもらえると嬉しいです。あ、了解でした。ええ、集めてらっしゃる。うん、バレちゃいました。なんでバレちゃうかな。いや、もうすでに3つぐらい見えるんで。あ、そっか、名前もすぐバレちゃうんですよ。ホラーナちゃんって、はい、みんな知ってんだ俺のこと。すぐバレちゃうんだよな。バンさんは、え、チャンはね、カタカナで。あ、かしこまりました。バンさん新人ですもんね。そう。昨日入ったばっかりだもんね。書くの初めてだったよ。あ、今日です。5月15日。はい。飯塚さん大ベテランですもんね。いやいや、もう50年目ですもんね、今年で。ありがとうございます。
本家のディズニーの年齢になっちゃいます。本当ですね。ありがとうございます。どうもありがとう。またね。あ、そう。ドッフィーの店ってどこ？あ、それか。ありがとう。はい、じゃあ。こんにちは。こんにちは。バースデーシールもらえますか？あ、もちろんです。ありがとうございます。ちょっと待っててくださいね。お一人分で大丈夫ですか？お一人分で大丈夫ですか？オッケーです。はい。はい。あ、ここ入ってなかった。あ、向こうの店？うん。撮っても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。佐藤さん新人ですもんね。今日入ったばっかりでしょ？お。お。そんな。何？そう見えますか？見えますよ。本当にそう見えますか？今年成人式ですか？来年ですか？全然何年前だか。お名前は？お名前ホラーナちゃんで。ホラーナちゃん、はい、オッケーです。初めて書くんですもんね、だってバースデーシール。そうですね。ドキドキしちゃいますね。ドキドキしますね。デビュー戦ですからね、今日がね、本当に。ちゃんはちゃんがカタカナです。カタカナ、はい、カタカナで、はい、これはどこの担当してる衣装になるんですか？カメラマンキャストなので。あ、カメラマンなんだ。いろんなところで、はい、撮影してますよ。有料ですか？お姉さんに頼むと。お写真購入する場合は有料になっちゃいますね。購入しないで撮る。お写真サンプル見るまでは無料でできるんですよ。サンプル見るまでか。そうなんですよ。あ、なので欲しいお写真あったら自分で買ったりもできるし。なるほど、なるほど。誕生日の日付は今日で。今日です。はい。はい、どうです、今日儲かりまっか？どうですかね。今日も何枚、あ、何枚購入したか分かってないんだ。そうなんですよ、私たちは。そういうことか。ゲストがお店で見てからまた買うか買わないか決められるので。なるほど、なるほど。それはもう皆様次第なのでね、私たちの写真が良ければ買ってもらえるし。じゃ勧誘することはないんだ、向こうが撮ってっていうまではこっちから撮ることは。そうですね、まあ写真撮ってる方がいたらどうですかっていうことはありますけど。なるほど。お待たせしました。はい、ハッピーバースデー。はい、あ、トイレどこかね、近いところ。お手は一番近くだと、はい、この建物の右側曲がったところにあります。ありがとう。はい、行ってらっしゃい。はい。あ、こんにちは。すごい貼ってありますね。シールください。シール。はい。お姉さん可愛いですね。いや僕のタイプですね。言われることが来るとは。いやいやいや、本当に動揺しすぎてすごいチャクチャクしちゃいましたよ。ですか？新人ですもんね、お姉さんだって。新人ではないんですよ。いやもう今日勤め始めたんでしょ、だって今日ですか？じゃないです。違うか、今日同じお名前。あ、ホラーナちゃんで、はい、すごい。あ、今日って感じじゃないの、もう下準備してるもんね。あ、でもお、そっか、はい、あ、前から練習してる可能性もあるからな、研修中にも。本当ですか？ちょっと新人に見えますか？新人見えますよ。成人式まででしょ、だって。いやさすがにそれは無理です。あ、それは無理か。日付書きますか？あ、じゃあ5月15日、今日の日付で。5月15で、ええ、あ、お連れ様がお戻り、はい、こちらを、はい、貼るところがどんどんなくなっちゃう、ね、ありがとうございます。大丈夫、記念に撮ってく。